ソウルイコール水の省。韓国気象庁によると、北朝鮮北東部で日本時間の9日午後3時15分ごろ、マグニチュード M3.0 の地震が発生した。約30分後にも M2-8 の地震があった。いずれも、北朝鮮が9月に核実験を強行したプンゲリの実験場から北東約3キロの地点だという。当庁は、核実験で誘発された自然地震、と推定している。1回目の地震の震源の深さは16キロメートルだった。実験場付近では9月の核実験以降、M2 チルダ3程度の地震が数回観測されている。